皆様こんにちは。大分市にあります別宝自動車と申します。今日午前中、ダイハツムーブの飛び石でガラスが割れた車のご紹介いたしましたけれども、先ほど作業が終わりまして、このようにきれいに出来上がりました。ガラス、自動車ガラス専門の大倉ガラスのスタッフの方に交換していただいたんですけれども、このフロントの左側の方に、40センチぐらいの長さの、ひび割れがして、使える状態じゃなかったわけですが、このように、張り替えをしてこのようにきれいになりました。皆様方も目の前を砂利を積んだトラックとかが走行しているときは十分にご注意していただいて、石跳ねにご注意いただければ、被害に遭わないようにしていただければと考えております。以上、報告を終わります。